斜めの関係を作るサポートをしてますかはいどうもこんにちはナイフスキルコーチのミスターオカッチです親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います今日のテーマは不登校になった子供への対応21選です早速ですけど質問です朝子供が学校に行きたくないって言ったらどうしますか まあ余裕がある時は何があったのとかどうしたのと聞いてね優しく丁寧に向き合うことはできるかもしれないだけれども余裕がなくて仕事の時間ももう迫っていてね妹の送迎もしなあかんしでバタバタしているとそんなこと言わないで行ってみたら楽しいよみんなも行ってるしママもパパも仕事があるからなどと言って。 ぐずる子供をあの手この手で励まして荷物を持たせて玄関から送り出すもしかしたらこのようなことがあるかもしれませんでもこれではその場は良かったとしても根っこの問題はそのまんま子供の学校に行きたくないという気持ちには寄り添えていません自分の気持ちをないがしろにされ続けると子供は心を閉ざしていく可能性もありますでは どのように対応したらよいのでしょうか、ね、ということで、今ね、不登校の方がものすごく増えていて、だいたい僕らの世代の、まあ、僕43歳なんですけど、僕らが子供だった時の、えー、時代と比べて5倍以上っていうふうに言われてます。現在、今年かな、令和5年時点で29万人と。 いうことでえー、不登校の子に対する対応っていうのが今その行政でもそうですし家,と家庭でもそうですしどうしていこうかっていうことを、まあ、今になってこう作っていくと作っているという段階で、えー、後手後手に回っているのが現状ではないでしょうかその時に、まあ、子供は子供でも,ものすごく不安を抱えているとは思うんですけども親御さんとしてもねまず誰に相談したらいいのとか学校の先生に何て言えばいいのとか 私の仕事はどうするのとかこれからこの子はずっと家におって、えー社,会にね、社会に出ることができるの自立できるの仕事をつけるのなどなどいろんな不安があると思うんですね。今回の動画ではもうその全ての不安に応える。 ってことはでできないんですけれども、えー、少なからず、えー、親御さん抱える不安に対する対応としてね、えーまあ、21個心当たりからやってみてはどうでしょうかという提案をね、えー、紹介させていただきたいと思います、えー、この21個の提案っていうのは僕がこれまで不登校の 親御さん不登校の子の親御さんをに関わってきた経験ですとか実際に親御さんから聞いたこの方法よかったよとかこういう関わりをすると、えー、子供も安心して、えー、家で過ごせるようになったよとかもしかしたら学校に戻るようになったよとそういうようなね声があったような関わり方をもう厳選して21個紹介していきたいと思います少しでもね親御さんの不安が和らいで緩んで子供が家庭がね子供の居場所になったらええなと思います 最後まで聞いていただければ幸いですはい、えー、この番組では親も子も楽になる緩める子育てを紹介しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいですあと公式 LINE では子供を自立させるための関わり方を紹介した動画26本を無料でプレゼントさせていただいてますそちらも概要欄からチェックして概要欄かな概要欄からチェックしてみてくださいということですね はいでは早速紹介していきましょう不登校になった子どもへの対応21分の1初日は休ませるはいこれはね本当に難しい判断だと思うんですね学校に行きたくないって言った時子どもが言ってきたそれに対してどう対応するのか本当に答えはないんですけれどもただ言えることはその理由をね聞き出しても 子ども自身がわからないケースもあるし、本当のことを言ってくれないこともあるということなので、顔あの表情を見て元気そうであっても、心では苦しんでいるかもしれないし、逆にね、えー、あの身体的な病気、頭痛とか、えー、風邪から来ているものかもしれないということなので、なかなかその原因っていうのを、あのー、短い時間で読み取ることは難しいわけじゃないですか。その状態で学校に行かすってことは結構リスクなんじゃないかなと。 例えば心がいっぱいいっぱいの状態だったら無理やり学校に行かすことで僕のこの気持ちを受け止めてもらえない聞いてもらえないってなってしまって、ね、もう親に、ね、本当に苦しんでいることを話してくれないかもしれないしでそこで無理してしまうことでもう本格的な引きこもりになってしまう可能性もあるということですねうつ病とかになってねなのでそういう意味も込めて初日は休ませるっていう専門家の方が多いですし僕もそれを推奨してますで最初からね もう今週休もうかと、1週間休,む休ませるってことを提案するっていう方もいらっしゃいます。というのも、今日は様子見ようかってなった時ね、じゃあまた明日になったら、明日行きたくないってなったら、じゃあまた今日様子見ようかってなって、なんだろう、その、えー、毎日毎日、あのーくなら、子供もね、子供自身も良くならないといけないっていうプレッシャーがあるわけじゃないですか。明日今日一日良くしないといけないっていうプレッシャーですよ。ね、そのプレッシャーがあると、休めなくなるわけでしょ。 そういう意味も込めて、もうじゃあ1週間休もうかっていうふうに子供に提案してあげるっていう方もいらっしゃいます。そうすることで、えー、子供も、ね なんか今日中に治さないといけないんだではなくてちょっとゆとりを持ってまあしばらく休もうかというスタンス,をなス,タンスで家で過ごせるのでえちょっと緩むんですね心が緩むってことは心が回復しやすいのでそういう意味で1週間休むってことを提案されている方もいるしもう初日は休むもう何も聞かずにまあじゃあ今日は休もうか,な休もうかっていうふうに対応されている方もいますでその休んだ場合の対応っていうのはあの風邪をひいた時と同じ対応 されている方が多いですね風邪をひいた時の対応ですね。風邪をひいた時にどうしますか、ね、お腹何食べたいって聞くだろうし、ねえー、休んでていいよ、って勉強しなさいとは言わないですよねうん。何々してはいけませんっていうのはあんま言わないですね。どちらかというとやりたいことをさせるんじゃないでしょうかね。心を回復させる、うん、という意味でね。なので、風邪をひいた時と同じ対応で、まあ、初日を休ませるっていうのも一つの方法なんじゃないかなと思います。21分の2。 家庭を子供の居場所にするそうですね。本当にあの先ほどお伝えした通り何が原因かわからないということで、まあ、例えば学校に居場所がないっていうことであればね。 あ例えば、いじめられてたり、友達とうまくいかないとか、先生に怒られて、先生とうまくいかないってことになれば、学校に居場所がなくなってるってことじゃないですか。そうなった時にねまあ習い事をやってたら、習い事に居場所があるのかもしれないけど、やっぱり学校に居場所がなかったら、他に居場所がを作るって結構難しいわけじゃないですか。ね、難しいわけで,で、学校に居場所がなくて、家にも居場所がなかったら、もう逃げ場がないんですね、子供は。 逃げる場所がないし、追い詰められてしまうんですよ。だから心を休めようと思っても休まらないんですね。だからそういう意味で、家庭を子供の居場所にするということは、心を回復させるためにものすごく大事なことなんじゃないかなと。居場所にするっていうのは、その弱っている状態を認めるってことですね。弱っていてもいい無理やり回復しないといけないとか、せ、ね、かさないってこと、結果を期待しないってことですね。うん。あのー、わかりやすく言えば。結果っていうのは、学校に戻,す戻ってほしいなとか。 そういう親の期待を子供に押し付けないということであったり、親の不安や心配をぶつけない、これ、丸5にもあるんだけど、いろんな不安があると思うんですよ。ままこ,のこのままずっと学校に行けなかったらどうしようとか、勉強遅れてしまうんじゃないかとか、ずっと人とかは関われへんかったら、社会でえ生きていけないんじゃないかとか、いろんな不安があると思うんだけど、それを子供にぶつけないってこと、それをぶつけないってことがすごく大事なんじゃないかなと。結果を求めずに不安や心配をぶつけない。 そして、えー、風邪をひいた時と同じ対応で、えー、子供がそこにいること自体を祝福する。いること自体に感謝する、ねえー。今日も起きてくれてありがとう。私のそばでいてくれてありがとう。存在を承認していくってことですね。居場所にするっていうのはね。はい。不登校になった子供への対応。21分の3。同情しすぎない。うん。同情しすぎないというか、同情するということは、それが問題であるよって伝えてるっていうメッセージですね。学校に行けない。 っていう子供がか他の子と比べブ他の子はちゃんと元気に学校行ってるのにうちの子はずっと家で引きこもって学校に行けない。かわいそう。これ,これは、ねえー、学校に行けてる状態が理想であり元気いっぱいで活動してることが理想であり、ね、友達と、ね、外で鬼ごっこしたりかくれんぼしたり友達たくさん作って,、ね、って遊んでる状態が、あのー、理想であると。 いうここととを子供に伝えててるってことでしょそうすると休まらないわけであって、僕もなんとかして戻,さ戻らないといけないってなったり、逆に学校に行けない自分を自分で否定,してたり否,定し否定したり、自分で自分のことを責めたりするわけじゃないですか。で、不登校児にとって一番の苦しみは、学校に行けないことではなくて、学校に行けない自分を自分で責めることですよね。うん、これ、なんで責めてしまうのかというと、周りの人がね、学校に行かそうとするから。 でその期待に応えられない自分はダメなんだと。周りの人はみんな言ってるのに。ね、弟も妹も言ってるのに、僕だけ行けてない。行けてないってなんですよ、ね。行かないってことを選択したじゃなくて、行けていないってなるんですね。本来なら行く,行くべきはずのところに、僕だけ行けてない。 そうなると自分で自分のことを否定するでしょ。責めてしまうわけでしょ。責めてる状態で言えば心は回復しないということ、うん。心を回復させることがまず第一、第一優先ですので、風邪をひいた時の同じ対応、症状を取ることが第一優先。なので、そういう意味でも回復させるためにも同情しすぎない。同情するということは子供を、子子供を学校に戻そうとしているサインなんですよ。自分が同情しているっていうのはね。なんとかして、他の子と同じようにさせよっていうとしてるサインなんですね。 その気持ちを押し付けてしまうと子供は苦しくなるので同情しないということ大事なんじゃないかなと思います21分の4無理に理由を聞かないねなんで学校に行かないのか気になると思うんですよいじめられてるのかなとか学校の授業ついていけないのかなとか先生と馬が合わないのかなとかいろんなことが気になると思うんですよ気になる,なると思うんだけどそれを聞くと、まあ、1回2回聞く,といい聞くのはいいんですよどうしたん 何買あったんぐらいやったらいいんですけど子供が言いたくないのに分からないって言ってるのに無理やり聞き出そうとしないってことこれ安心感を安子供と安心感ね安心な関係を作ったらなんとかこう子供の、ね、理由を聞き出せるんじゃないかということで聞き出すことを目的にこうやって安心感を作ろうってこれもねあんまり良くないんですねそうだから言いたくないなら 言いたくないことを尊重することも大事なんじゃないかなとで、むしろ子供自身には分かってないこともあるんですよなんで行きたくないのか いろんんななな複雑な理由がね、ね、重なってるんです、ね、これは、うん。いじめられてるっていう分かりやすい理由もあれば、そうじゃなくて、なんか外寒いなってことであったり、なんか学校のね、階段1階から4階まで登るのめんどくさいとかあったりとかね、授業がつまらないってあったり、先生に昨日怒られたとか、な,なんか分からないけど、いろんな理由が重なっていけないっていうことが現実問題多いんですよ。なんで行きたいのか分からないってことがほとんどなんですね。6割、7割がそうなんですよ。なんとなくなんですよ。 なんとなくっていうのは、その背景にいろんな要因が重なってるってことなんですね。なので、なんで行きたくないのなんで行かないのって言われても、言葉にできないんですよ。もしかしたら言葉にできないこともあるし、分かっているけど言えないってこともあるんですよ。僕もいじめられてることを言えなかった。ね。がっかりさせ,させたくなかったんですよ。なんか休みたいとさえ言えなかったですよ。学校休みたいってね。学校休みたいって決断できた。そして自分の思いに伝えるっていうのは、ものすごく勇気のあることよ。 勇気のあることだと思うよ。だって自分が、自分が、なんだろうな、逃げたってことはないんよ。ないんだけれども、もしかしたら、そのみんながやってることを逃げ出したっていうふうに思ってしまっても仕方ないじゃないですか。実際はそうじゃないんですよ。ないんだけども、そう思っても仕方ない。それをちゃんと自分が行きたくないって言えるっていうのは、すごく強いと思うんですね、それは。強いと。もちろんいろんな状況があるから、ただ単にサボりたいだけっていうこともあるかもしれない。ただね、その理由っていうのはね、わからないんですよ。 どれだけ聞いても、本当のことを言ってくれるかどうかわからん。僕みたいにね、あのー、いつもニコニコしてたから、いじめられてる時もね、学校で友達がおって仲良くやってるっていう体で通ってたから、がっかりさせたくなかったからね。だから、親が聞いても、本当のことを言ってくれるかどうかわからへんし、子供自身にもわからないことがある。わからないこともあるし、そして言いたくないことを無理やり聞こうとしたら、追い詰めることになるんですね。なので、無理に理由を聞かない。っていうことは大事なんじゃないでしょうか。 はいえー、21分の5、不安や心配をぶつけない、ね。先ほどにもお伝えしたけど、やっぱりいろんな不安があると思うんですよ。ね、いや学校に行けてないって、他の子行ってんのに、うちの子だけ行ってないのに大丈夫なんとか、ねえー、学校に行かさないといけないのに、親として行かさないといけないのに義務なのに、法律違反してるじゃないかとかね、じゃあそうじゃないんですよ。親は学校に行きたいって子供を行かさなかったら法律違反なんだけど、ね、学校に行きたくないって子供を行かさないといけないって法律はないんですよ。 ね、正確にはね。だけど、生かさないといけない、それが私の義務なんだって思ってしまっていたりとかね、えー、勉強遅れたらどうしよう、私がずっと教えないといけないのかなと、そもそも私も仕事あるし、子供を1人で、ね、家に置いていくことは不安だと、いろんな心配とか恐れとか不安があると思うんですよ。それを子供にぶつけないってこと、これはね、難しいと思うんですよ。不安になるのは仕方がない。だけど、それを子供にぶつけない。じゃあ、どうしたらいいのかっていうと、まあ、18のとこでも言うけど、専門家に相談する。 そうやって不安とか恐れとかね、えー、自分の心配をちゃんと聞いてくれてその解決法を教えてくれる人に相談するということ自分で抱えても分からないんだったら分かる人に聞くうんでその不安や心配を子供にぶつけるんじゃなくて、まあ、自分のパートナーと相談するっていうのもいいしパートナーが話し相手にならないんやったら不登校の専門家に相談するっていうのはいいんじゃないでしょうかあの後半でね詳しくそのあたりを紹介させていただきます不登校になった子供への対応21分の6 子供の考えを否定しない。ねえー、特に学校に来てない子供はちょっと弱っていたり自信をなくしていることもあります。ねまあ、そ理由が何であれね。理由が何であれ、なんかちょっと引け目を感じている子も多いんですね。そんな時にこ、あなたのこんな考えは違うよとかね。えーまあ、ことあるごとに否定しないってこと。もうそういうあの学校に行く、行かないっていうことだけじゃないですよ。その話題だけじゃなくて、えー、できる限り子供の意見を肯定してあげること。 で少なくとも最後まで聞くということ。話を最後まで聞くで。話したくないなら子供がね、話したくないなら無理に聞き出そうとしない。で子供の考えとか意見を否定しない気持ちをね、子供には子供の価値観があり、親には親の価値観がある。親の価値観、意見を伝えたい気持ちも分かりますけど、親の価値観とか意見を伝えるのは子供が回復してからです。子供のか気持ちが、心が回復してからじゃないと、その弱っている状態でこうした方がいい、あした方がいいって、ね、親の意見を伝えても、 あの子供にとってプレッシャーになる、ストレスになるだけなんですよ。で冷静に考えられるその佐野の部分が働いていないので、あのいわゆるその不安とか鬱状態の時はね、思考が停止している状態なので、その状態で未来に向けての話し合いをしても、あの、追い詰めるだけなんですよ。なので、まずは心を回復させる。その次ですよね。あの、そういう未来に向けての話し合いをするの。で、子供の心が回復していくためのプロセスってね、えー、5つか4つぐらいステップがあって、 まずはね、あのー、オープンドアってステップかな、ステップ1、これね、えー、っと不登校、親子のための教科書の57ページに載ってる心ここのエネルギーグラフ、どのように子どもは回復していくのかっていうところでね、えー、紹介されてるステップなんですけども、ステップ1は、信頼関係をコーチングする、まあ、オープンドアということで、まあ、子どもの症状として、子どもの様子としては、部屋に閉じこもったり、家族との関わりが減ったり、家族への暴言とか、 幼児帰りがあったり、昼夜逆転したり、生活の乱れがあったり、家庭訪問しても、先生がね、しても会いたくないってなったり、ね、えー、ちょっと死にたいって気持ちだったり、えー、なんで僕を産んだみたいなことを言うてきたり、自傷行為が見られるケースもあると、これがステップ1ですね。 そこがステップ1。いわゆる初期の段階です。いわゆる弱一番弱っている段階。そこからステップになって、これはセーフプレイスということで、えー、親子における安心安全な関係や家庭が居場所になってきた。まあ、そのような状態になってきている状態少しずつ、まあ、そういうような部屋に閉じこもるということから、ちょっとリビングには出れるようになったとかね、えー、ちょっと買い物は一緒に行けるようになったとか、公園に散歩するぐらいはできるようになったとかね、ちょっとずつできることが増えていくステップ。ただこのステップ2もまだまだちょっと弱っている状態ですね。 でそこからステップ3になるとディスカバーということで学びの興味関心を引き出すステージですね。 家の中で落ち着いてくるとか、家族と出かけることができるようになったり、趣味や遊びに興味が湧いたり、生活のリズム、ご飯を食べる時間とか、寝る時間とか、そういうのが整ってきたり、運動とか家事などはできる。自分が好きなことはね、あの率先してできるようになったり、家庭訪問でもちょっと会って話ができるというステップ。これがステップ3ですね。このステップの時は学びの興味、関心の日です。これは後半部分で紹介するんだけど、ここら辺になると、子供がやりたいことを見つけたいんだかね、目標を見つけるきっかけ作りをしたいね。 今後のシングルを少しずつ話していくっていうのもいいんじゃないかなと。ただ、ステップ1、ステップ2の段階ではまだね、弱っているので、今後の話であったり、なんかこの学びのサイクルを作る、いわゆるその時間割りを作って、一緒に朝からやろうかとか、そういう話はちょっとこの控えた方がいいんじゃないかなと思います。もちろん子どもにもよりますけどね。 でステップ4ではリフレーミングアクションということで、その学習や体験を通じて自己肯定感を一歩踏み出す勇気を吐く、まあ、ここら辺は、ね、後半で紹介します。ね、子どもができることを増やしていくということだったり、ちょっとストレスがかかるようなことをちょっと、えー、挑戦してみるとか、その中で小さな達成感を得ていく、成功体験を増やしていくということですね。そうやってちょっとずつ自信を獲得していって、ステップ5、オーナーシップ、学ぶことを楽しむとか、えー、自分で考えて行動する。 そして、えー、振り返るっていう、その実践を、このサイクルをね、えー、回していく。PDCA サイクルとも言いますけど、それを回していけるようになるというステップ。ここまでいけば、まああの投稿できるようにる。 投稿できしていいいることと同じじぐらいの回復状態なんじゃないかなんゃか思いますただそれはね、投稿するかどうかっていうのはまた別の話で、そこら辺は子供の今後のね、進路であったり、学ぶ、えー、学ぶ環境ってどうするかっていうことを相談していくってのもいいですね、本格的にね。まあこういうふうに、ステップ1から5っていう形でね、えー、弱っている時期から安心安全な関係を作って、少しずつ学びの興味、関心をひ 引き出しつつそして、えー、家の外にも出れるようになってそこから自分で考えて行動できるようになってっこのステップを、ねえー、踏んで子どもの心は回復していくので焦らないということね、うん、焦らないということなのでこの時期はとにかく子どもの心を回復させることをも第一優先にするということねたとえちょっと昼夜が逆転したとしても逆転したとしても子どもが好きなことを極力させてあげるでゲームをどれぐらいさせるのかっていうのはこれはちょっとまた後でね15のとこで相談しましょうかはい 不登校になった子供への対応21分の7接し方を変えない、うん、これすごく大事だよね,、えー、ね子供がかわいそうって思ってしまったり何とかして子供を学校に戻さないとって思ってしまうといつもの関わりとはちょっと違ういわゆる不自然な関わり方になるんですねいつもっていうのはその登校してた時と比べて、ねね、病人扱いしすぎてしまう確かに風邪をひいた時と同じの対応をするのは大事なんですよあの最初の 1, 1週間ぐらいはね でそれ以降も同じような対応をずっとしていると、もちろん親自身もしんどいし、ね、親自身もしんどいし、子供を病人扱いされると、子供自身にもプレッシャーになる、ねえー、僕が迷惑かけているんじゃないかと考える子もいます、なので、えー、ある程度心が回復してくると、まあ、接し方を変えないっていうのも、あの通常に学校に行っているときと同じような対応をしていくっていうのは大事なんじゃないかなと。 ただね、子どもの心を回復させるってことなので、まあ、子どもの考えを否定しないということを大事にしつつね、子どもの話を聞くとか気持ちを受け入れるとちょことをまあちょっとこう重視しながらね、それでもできる限り自然体で関わっていくっいうことはあのー、安心できる居場所を作るっいう意味でも大事なんじゃないかなって思います。 でこれ21、21個不登校になった子供への対応を紹介しているけど、これはね、各ご家庭によって、まあ、子供の気質であったり今の置かれている状況によってね、えー、うまくいく,いくかいかないかっていうのはまた全然違うのでなんか1つの参考程度にね、聞いていただけたら嬉しいです。一番大事なのは今のし…は、今 子供とをしっかり観察してそこと向き合って子供に合う方法を相談しながら見つけていくってことなのかなとただ、えー、先ほどお伝えした通り不登校初期っていうのはちょっと弱っているので相談ができない状態だから、まあ、あのあの比較的ねあの風邪をひいたときと同じ対応しつつちょっと話し合いができるようになったら、えー、ちょっとあのそういう自然体でね話していくっていうのが相談していくっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに思いますはい 不登校になった子供への対応21分の8目標を見つけるきっかけ作りをするということでこれはねどちらかというと先ほど言ったう言うとステップ3ですね、えー、少しずつちょっとこう心も 回復してきて、えー、リビングでもね、お話ができるようになって、家の中で落ち着いてきた。そして家族ともお出かけができるようになってきたというところあたりでね、ところあたりで、なんかこう、目標を見つけるきっかけ作りをする。目標っていうのはもうどんなことでもいいです。もうあの、ね、えーまあ、が学校のね、宿題でもいいじゃないですか。漢字ドリル。じゃあ今日は、えー、何ページやるとか、ね、そういうちっちゃな目標でもいいし、家の中で何らかの役割を持たす。あなたも家で元気になったんだから、この家の ね、家の仕事ってこんだけいっぱいあるんだけど今、えー、これまでやってたこの,この仕事風呂洗いであり、えー、皿洗いかわからへんけどそれをあなたに任せるねっていうふうに家の中での役割を、えー、与えていくと。 いうことでそれができるとね達成感にもつながるし、えー、なんかこうね、えー、自分はんか厄介者じゃなくて、えー、ちゃんと家の中で貢献できているっていうその感覚も得られるのでなんかちっちゃなことでいいので、えー、すぐこう達成できるようなちっちゃな目標を見つけるきっかけ作りをしてあげるっていうのもいいんじゃないかなって思います。 でえー、外に連れ出すっていうのもいいですね、先ほどお伝えした通り、ステップ3ぐらいになるとね、心が回復してきて、ちょっとずつ外に出れるようになったら、ちょっと自然体験をしてみるとかね、あなた、サッカー、好きって言ってたから、ちょっとサッカーの教室行ってみるかみたいな感じで、なんかそういう民間の教室で行っあったり、なんかちょっとこう、子供が興味がありそうなところをね、進めていく、機会を、ね、提案してみるって、教育の機会とか環境をね、えー、提供してみるっていうのもいいんじゃないかなと。 ただ無理強いをしない。提案はするけど、決めるのは子供です。はい。21分の9。えー、小さな成功体験を増やす。まあこれは8とつながることなんだけど、なんか目標を見つけて、それに向けて取り組んで行動して、それが達成したっていう体験があればね、少しずつ自信になっていくんですね。まあこれ10も一緒に紹介するけれども、グロスゾーンを見極めるってことね。 えっとね、成長するためにはグロースゾーンに行くことが大事なんですね。三つのゾーンがありますと。えー、コンフォートゾーン、グロースゾーン、パニックゾーンがあって、コンフォートゾーンっていうのは、まあ、いわゆる居場所ですね。快適な場所っていうことで、まあ、何もしなくても認めてもらえる、肯定してもらえるというような環境であり、まあ、努力しなくても成功できること。ね、例えばお価値が、えー、なんだろう、右手で箸を、右手で箸を持ってご飯を食べる。これ、何のストレスもなくできることだね。 まあこれグロースゾーンですね。であったり、親友と一緒にランチを食べる。これ何の緊張もせえへんし、不安もない、ね。楽しい時間を過ごせますね。まあここら辺がグロースゾーンであり。 あすみません。コンフォートゾーンであり。で、その一歩外に出たときにグロースゾーンがあるんですよ。グロースゾーンっていうのは、ちょっと深いであり、ちょっとストレスなんですね。やったことないことであったり、行ったことない場所であったり、話したことない人と話すってなったり。で、僕であったら、なんだろうな、会社の上司とランチに行くとか、まあ今上司はいないけど、まあ20代の時で言えばね、上司で2人でランチに行くっていうのはちょっと緊張するよね。であったり、じゃ左手で箸を持ってご飯を食べる。これちょっとストレスよね。イライラするよね。 であったり、なんだろうな、えー、やったことないこと。だから、例えば、あのじめましてのところで自己紹介するのも、どちらかというとストレスですね。この YouTube で自己紹介するのも慣れてるけど、初めましての場で自己紹介するのはちょっとストレスであり、グロースゾーンなんですね。でこのグロースゾーンっていうのは確かにストレスで不快で不安があって心配があって、ちょっとした恐れもあの感じるんだけれども、このグロースゾーンに行った時にできなかったことができるようになったり、いわゆるいろんな知識を習得したり、スキルを得得するんですね。 でそう考えた時にやっぱグロースゾーン にえー、うまくく連れ出しててあげるってことがすごく大事ちゃんとコンフォートゾーン、快適な場所、あなたの場所はここにあるよと、居場所はあるよって保ちつつ、そういうようなグロースゾーン、やったことないであってちょっと負荷のかかるようなこと。うん、例えばね、漢字通りで1日1ページができるようになったら、じゃあ次の目標を1日何ページにするって言って、次の目標を立てさせてあげる。ね、じゃあ今日は3ページにするって言って、じゃあ3ページできた。あ、3ページできるようになったね。じゃあ今日は何ページにするっていうようにね、えー、子供に目標を決めさせてあげて、えー、ここからここまで ではえー、グロースゾーンここからここまではもう何も考えでもできるコンフォートゾーンっていう見極めることが大事ですね。でもう一つ大事なのはそのグロースゾーンとを超えたら、ね、パニックゾーンがあの存在するんですよ、えー。いわゆるパニックになってしまう領域ですね。<laughs> パニックになってしまう領域ね。うん、例えば、なんだろうなおかち、箸の持ち方を、えー、今から動画で、えーな、動画、動画ぐらいはあれやけどな、箸の持ち方を えー、箸,のもちゃ箸を正しく持てなかったら、あなたの全財産を没収しますって言われたら、もうパニックになるんですよ、パニックになるんですよ、今、ねめっちゃ。箸を持つのも、なんかすごくぎこちなくなるんですね、うん。とか、なんか初めての場、行ったことない場で、えー、じゃあ乾杯の挨拶してくださいってなると、ちょっとパニックになるんですね。 なので、グロースゾーン、確かにやったことないけれども、その負荷が大きすぎるとパニックになってしまって、ストレスが大きくなり、そうなると、もう二度とグロースゾーンに出たいって思わなくなるんですね。そこで鉄棒失敗したら、あ、もう鉄棒したくないとか、スイミングでやってて溺れそうになったら、もう、もう、もう泳ぎたくないってなったりする。ね、であのグロースゾーンに出なくなって、子供の,なその人生の選択肢から、そのパニックになったことがあの削られていくんですね。 えー、例えば人,の発人,の人前で発表するのがで大失敗したら人前で発表することにトラウマを抱えてしまってもそれが苦手意識を持ってしまうとかね、えー、英語で失敗したらもう英語はやらないってなってしまったりね。 そういうふうになってしまうので、グロースゾーンとパニックゾーンの見極めっていうのもすごく大事よね。負荷が大きすぎるとしんどいから、あくまでもチャレンジバイチョイス。子供に選ばせるってことかね。どうする決めさせるってことを主体としたコミュニケーションの中で、えー、目標を見つけるきっかけを作り、そしてその中で小さな成功体験を増やしていく。で、お祝いとかもしてもいいかもね。何々できるようになったね。ちょっと今日はスシロー行こうかって。 まあ寿司を僕が食べたいだけなんやけどね <laughs> まあそういうふうになんかこう一緒にできるようになったことを祝福できる関係性であったりそういう機会を作るってことも大事だしなんかこうやりたいことを見つける。 きっかけそのきっかけからエネルギーがやっぱうわって出てくるんで、やりたいことを見つけるってか、自分の欲求を見つける、そしてその欲求を満たすってことが、やっぱり生きるための原動力なので、まあ、根本的な欲求っていうのは、生理的欲求ね、食事、睡眠、運動、まあ、ここら辺はしっかり満たした上でね、ここら辺満たしていくと、その体の中の活力が取り戻さしていくとあ、戻ってくるので、その上でね、その上で、その上にある、なんだろうな、こんなこと学びたいとか、こんなことやってみたいっていう、そういうものをね、見つけるきっかけっていうのを提供するのもいいんじゃないでしょうか。 はいということでここまで21分の10紹介したね、えー、残り11個ですね,11個ですねはい不登校になった子どもへの対応21分の11いけそうな時に連絡します、うん、これ何のことかというとどうでしょうね毎日毎日ね連絡してくださいねってね学校の先生に言われたりとかあの毎日連絡をしてくる先生もいるみたいじゃないですかね でそ,れをそれを電話するのもこっちも面倒くさいし辛いし電話がかかってきたときに今日もまだ行けないんですっていうのもなんかこうその度になんかこに申し訳ない気持ちになることもあるでしょ、うんまあ、そうならない方もいると思うんですけど申し訳なく思わなくていいんだけどどうしてもそういう気持ちになってしまうわけじゃないですか、ね、先生にも時間作ってもら,うもらっているとねで家庭訪問される方もいるわけでしょ。 そうなると、プレッシャーであり、ストレスであり、子供もゆっくり休めないんで、ね、早く早く治らないといけないっていう状態で治、ね、休むことできないわけだから。なので、そういう意味で、行けそうな時に連絡しますとか、もう、えー、来ていただかなくて大丈夫ですというふうに言っておくっていうのはいい,んじゃない,い,い,いいんじゃないでしょうかね。何かあったらこちらから連絡しますから、用事がないときは電話や家庭訪問はお休みしていただけますかと提案するということ。うんね それもいいいいい、んじゃないかなかと思います。はい、21分の12。学校以外での学びを探す。これもね、ある程度心が回復し,してきた後の話ですね、まあ。基本的にこの11以降は全部そうかな。子供の心が回復した後に具体的に、えー、やったらいいかなっていう関わり方ですね。 はい、学校以,での以外での学びはいっぱいあるんですよ、オンラインでもね、Z 会であったり、真剣ゼミであったり、探究学者さんであったりね、えー、こなんだろう子どもを夢中にさせれるような、そういうオンラインスクールっていうのをいっぱいある、僕もやってるからね。 僕もやってるからね、ちなみに。天才性発掘プロジェクトってあのあの概要欄から見てほしいんですけど、そうやってオンラインで学べる。まあ、僕の場合は週1回なんですよね。僕の場合は週1回で、その毎日ってことにはいかへんわけやけど、僕の場合は週1回、あ週1回じゃなくて、月1回の動画のレクチャー、プラス、えっと、月1回のライブ授業なので、そんなずっとってわけにはいかないんだけど、僕もそうやってね、子供の非認知能力を高めるような、えー、そういうような、えー、スクールを、オンラインスクールやってます。 天才性発掘プロジェクトねで、僕のところ以外でもね、いっぱいあるので、ちょっとそういうところも見つつね、あ、そういえば僕朝英語やってるわ。朝英語のオンラインスクールを僕やってるんだけど、それ毎朝ね、僕朝礼やってるの、ね、6時40から6時55分。それは毎日なので、そちらに来ていただく方も結構いますね。学校に行けないけれども、朝早起きはちゃんとできるようになったとかね、昼夜逆転してたんだけど、朝英語や,や,やってからね、早起きできるようになったって,って。 おか,ちおかちのフリートーク始まるよって言ったらみんなむくって起きて、ね、一緒に哲学の授業したり、えー、世界の国を調べようってやってみたいねそういうことやってますんでそれも概要欄のどこかにあるんじゃないでしょうかすいません <laughs> あのー、どこかにありますのでオンラインスクールねはいチェックしてみてください、はい ということで、学校以外での学びを探すってこと、いっぱいあります。だから、私が全部子供に教えないといけないんだ、ではなくて、いっぱい学べるツールはあるんですよ。ただ、それが子供に合うかどうか分かんないよ。合うかどうか分かんないから、子供と相談しつつ、ちょっとこういうのがあるけど、行ってみいへんっていうふうに言って子供に体験してもらうという中でね。 えー、子供に合うような子供のペースで学べるようなスクール、まあ、塾であったりね、まあ、フリースクールとかも含めて適応指導教室とかそういうところも含めてね、えー、学校以外で学べる場所を探してあげるってことも、えー、いいんじゃないでしょうかはい21分の13斜めの関係を作るサポートいやこれものすごく大事やなって思うんですね、えー、縦の関係っていうのは先生と生徒っていう関係とかね えーえー、親と子供これ縦じゃないですか、上下関係でし、ちょっとどっちかって言ったらで、えーと、子供同士の関係、友達関係は横の関係じゃないですか。で、今ね、こう斜めの関係っていうのがないんですよ。薄れてきてるんですね。まあ、地域の関係が希薄化したということで、横に誰が住んでるのか分からないということで、おじいちゃん、おばあちゃんも遠くに住んでるってことでね、まあ、斜めの関係って何なのかっていうと、えー、と利害関係のない他人なんですよ。 利害関係の、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんって、まあ、ちょっとまあ親族やけど、そこまで利害関係はないじゃないですかね。うん、利害関係ないそういうような人であったり、タバコ屋のおばちゃんであったりね、えー、公園に行ったらなんかなんだろう、野球を教えてくれるおじいちゃんであったりね、なんかそういう人と話したらいけませんとかなってるわけでしょ、今、まあ、実際危ないしね、うん、物騒な世の中になったから、あのー、縦横はあるけど、斜めの関係っていうのがないんですね。 まあ塾習い事に行ってたら、塾のね、えー習い事、塾の年上の兄ちゃんであったり、塾の先生であったりね、えー、まあ僕も放課後スクールやってるから、バスケのコーチであったりね、ダンスの先生とかね、まあ、ちょっと年上、まあ、僕とて言ったらだいぶ年上か、43歳か30個上ぐらいなんやけど、まあね、ちょっとこう年上の利害関係のね他人と関わる。これ利害関係のないっていうのが大事なんですよ。利害関係があったり、そこの場所にね、例えば学校の友達がいるとね、 学校の友達がいると、なんかその、ぎこちないわけ、ぎこち,ぎこちなくなるわけでしょ僕、学校に行ってないで、引け目を感じてしまう子もいるわけでしょなので、利害関係のない環境であったり、そういう関係性を作れるっていうことがすごく大事ですね。学校の友達がいないであったりね、なんかその、普段の自分のことを知らない場所、知らない人と話すってこと。うん。であっぱり、そういう関係を作るってこと。 まあこれどうやって作るのかっていうのはまあオンラインでも一つですね。オンラインスクールっていうのもそういうようなコミュニティともいっぱいあるし、でおかちの,、ね、そのオンライン朝英語もまさに朝、大体100人ぐらいの子どもたちとね、えーと、土日にどんなことやったみたいな、そういうフリートークとかしてますんで、なんかそういう,う斜めの関係を作るっていう意味ではね、ねオンラインスクールの朝英語もおすすめやし、おかちのとこ以外でもそういうようなね、えー、地域のフリースクールであったり、 えー、不登校親の会、まあ、どちらかというと親の会は、えー、親御さんの不安をこう、ね、軽減するようなことであったり情報を共有するような会なんですけれども、まあ、そういうような地域の情報を集めてそういうふうな子どもが交流できる、ね、ようなコミュニティであったりそういう人を見つけてあげるというのもいいんじゃないかなと思います。はい21分の14 勉強の時間割を一緒に作る。うん、これもあの子供の心が回復した後なんですけどもやっぱりね、えー、勉強面の不安もあると思うので学校休むのはいいよいいけれども学校でやってるこれは学ぼうねとねでどういうふうに学ぶのかって一緒に時間割作ろうねっていうことでね最初は一緒に作りながらね、まあ、学校と同じような時間割でもいいかも朝8時20分から9時5分までは、えー、何々するとかねいうことを決めてね、えー、一緒に子供と えー、それを取り組むっていうのもいいのもんじゃないかなかとただね、最初のうちはね、その計画を通り行かないと思います。計画通り行かないので、計画を立てたこと、時間割り通りできなくても、OK とするということまでルール,ル,ール,ルール化しておくっていうのは大事なんじゃないかと。 で、えー週まあ、最初のうちはね、えー、3日に1回ぐらいね、あのー、時間割どうだったのかっていうのを見直して、えー、修正しながら子供ができそうなこと、いわゆる小さな成功体験になるので、これもね、えー、無理しない程度のせい、あのー、時間割を組んでね、えー、やってあげる。一緒にこの勉学面での不安を取り除く。子供も不安なんですよ。ずっと勉強しなくていいとは思ってないからね。今は勉強嫌いっていなってても、ね、やっぱり大人になるためには勉強も必要だし、ね。 あの学習することも必要だしその不安はあると思うのでその不安を取る意味でもね親御さんも不安もあると思うから今後の進路のことも含めてねなので勉強の時間割を一緒に作るっていうのはおすすめです21分の15ゲームに関するルールを決めるうんここが本当に難しいところでね、えー、というのもゲームが命綱になってることもあるんですね子供のうんそこが本当に難しいところで ゲームがなくなって、ゲームってオンラインでね、人と関わるっていうようなゲームはあるのでそ、そこで誰かと関わるってこと、それ自分の居場所を作れてるケースもあるし、でゲームをやってて楽しいって、その底だけそこの,の時間だけが唯一楽しい時間と、それがなくなったら生きる希望がなくなってしまうって子もいるのでね、それを制限するっていうのは本当に本当に難しいんだけれども、これも心が回復した後の話です。 後の話ね心が回復した後にね、じゃあゲームをどうしていくのかっていうのはちょっと一緒に考えていこうかと。最終1、2週間はまあ、ある程度させてあげてもいいんじゃないかなと。ただそこをどれだけさせるのかっていうのはちょっとこう様子を見ながらね。あのゲーゲムをし ゲームをしてて元気になってるんやったらいいけど、ゲームをしてて疲れていったり、ゲームをすることで体調が悪くなってしまうケースもあるので、そこは子どもの状態と相談しながら、相談しながらゲームに関するルールをね、えー、タイミングを見計らって、まあ、心が回復した状態でね、ゲームに関するルールを決めるっていうのもいいんじゃないかなと、各ご家庭によってね、例えば、学校の時間だけはゲームはなしっていう方されている方もいます。 いいますし1日2時間てて決めるる方もいる、うん、なので、そこのルールをどうするのかっていうのは、お子さんとの相談の中で決めていくってことなんじゃないかなっていうふうにも思うんですね。で、ここでゲームをやらすことに対する不安がある方も結構多いと思うんですよ。例えば、ね、ゲームを自由に使えるようにしたらね。 ゲームばっかりやるようになって、飲み込んで、そのうち中毒みたいになって、普通の子骨はなくなってしまうんじゃないかって、もう学校に行かないって、ずっと引きこもってしまうんじゃないか、家が楽しい場所になって、居心地が良くなりすぎたら、もうそのしんどい、ちょっとストレスがあり、負荷のかかる学校に行きたくないってなっちゃうんじゃないとか、甘やかしてはいけないんじゃないかと、そんなことを許していたら、ずっと引きこもってしまうんじゃないかと。 だから、学校がある日の日中は遊びに行かせないようにしてるとかね、えー、なんだろうな、えー、同級生が授業をやってる間はゲームを取り上げるとかね、いろんな考えがあります。いろんな考えがあるんだけれどもね、あるんだけれども、ゲームで学べることもあるし、ゲームが子どもの居場所になってたり、ゲームが子どもの心を和らげる、そういうツールになってくることもあるので、ここは子どもが納得いく対話をして、納得いくルールを作るってことが大事だと、ね。えー ゲームは2時間までねって一方的にルールを言うんじゃなくてどう,すどうしたらいいかなとゲームをずっとやることでこんな不安があるんだよとちゃんとそれを言語化してなのでママとしてはゲームをある程度制限したいなと思っているただゲームがやってるときがあなたは本当に楽しそうだしゲームがあなたの居場所になって,っているの分かるからゲームを取り上げるってことはしたくないのなので、えー、そのゲームをやることでのリスクと ゲームでやることでのメリット、そこら辺を考えてね、どういうふうにゲームのルールを作るかっていうことを一緒に考えないって提案してみるってことですね。うん、で、お互いが納得いくような形で、えー、ゲームに関するルールを決める。で、それを一回破ったとしても、そこはね、子供の心の状態を見ながらね、見ながらその破ったからじゃ1週間没収するとか言う,うかどうかっていうのはちょっと検討するってことですね。没収することで子供を苦しめることになるかもしれないし、 なのででそここはちょっととと相談いうことでただ、ずっとずっとゲーム好きにさせたらいいかってなると、それもちょっと、ね、リスクも大きいと思うので、まあ、何をやってもリスクなんですよ。だからリスクを天秤にかけて、ね、これ取り上げてしまったら生命のリスクがあるんだったら取り上げない方がいいし、いやこれ取り上げても生命のリスクがないんだったらなくて、えー、逆に言ったら取り上げることでの、えー、ゲーム依存へのリスク。 を抑えるることができるっていうメリットが大きいんやったら取り上げた方がいいし、要は何をリスクとして捉えるかなんですよ。すべてのリスクをゼロにすることは無理なんですよ。ゼロリスクなんか無理なんですよ。ね？無理なんですよ。なので、何かを得たいんだったら何かを捨てないといけない。それを考えて子どもを観察しながら、どのリスクなら許容できるのかなということを見計らって関わっていくことが大事なかなと思います。全然ことな答えにならないこと、あのー、提案で申し訳ないんですけども、まあそう,そういうふうに思いますね。はい。 不登校になった子どもへの対応21分の16進路に希望を与える。ね えー、学校に行けない子供、まあ、行,けないって行けない、って行かないことを自分で選択しているというケースも含めてね、行けないっていう言葉がどうなのかとか分かんないけども、不登校になっている子はね、な何かしらこう不安に思っていたり、将来どうなるんだろうなっていうその、いわゆる将来への不,不安、進路ですね、就職先含めて、えー、そこに対する不安は大きいと思うんですね。今はもうこれ楽しくていいけど、このままこれでいいのかなっていう不安もね、えー、少なからずあると思います。なので、えー、今のこの状況でね、 えー、この先どうしていくのかっていう進路を一緒に考えるっていうこともいいんじゃないかなと。で、そのためにどんな進路があるのかって提案する。うん、小学校不登校になって、じゃあ中学はどうなるのかと。ね、じゃあ小学校、中学不登校になったら高校ってどうなるんだろう。ね、えー。高校行けるのかなとか、ね。とか高校も行かないってなったら大学どうなんだろうとかね。それ高卒認定の試験,試験を受けてとかね。大研があったりとかね。そういう、そういうことも含めて、不登校になった子が、その後どういう進路を進んでいるのか。 で、このまま僕がずっと不登校になったら、どんな未来が待っているのか、ね、どんな選択肢があるのか、ね、オンラインで受ける子 N 校であったり、そういうことも含めて、そういうことも含めてね、あの、オルタナティブスクールもあるじゃないですか、オルタナティブスクールね。えー、オルタナティブスクールって言ったら、な,なんだろうな、あれやな、ちょっと今、パッとドアスリしちゃった、オルタナティブスクール、その、えー、っとね、 学校以外の選択肢、一人一人の個性に合わせたような選択、合わせた,わせたような学びができるね。152ページ、はい、見ましょう。はい、行きましょう。名前忘れは、ドアスでした。あれね。 オルタナティブスクール、不登校支援を主な目的としていた従来のフリースクールとは一線を画しており、これまでの学校に代わる学校という意味でのオルタ,にオルタナティブスクールと自称していることが、うん、あ、そうん、シュタイナーな、シュタイナー学校であったり、東京コミュニティスクールであったり、まあ、東京以外にも全国各地にね、えー、そういうようなオルタナティブスクールっていうのが、ね、ありますので、えー、例えば和歌山だった和歌山スペースオルタナティブスクールで調べてみたり、和歌山 えー、スペースフリースクールで見てみたらいろんな選択肢も出てくると思うのでそういうことも一応こういう,う,いう道があるよってお,お知らせしておくだけでね、えー、子どもの不安もね和らぐと思うのでどんな進路があるのかということをね教えてあげる希望を与えるってことも大事なんじゃないかなと思います不登校になった子どもへの対応21分の17情報入手の手段を増やすそうですねこれねねやっっぱり、ね、一人でで抱え込んでしまって 言っているとしんどいんですね。というのも。 自分が育ってきた時代、自分の小学校の時の時代、中学校の時代と今の子供の時代っていうのは全く変わってきているし、そもそも僕らの時代ってスマホなかったから、ね、<laughs> 時代が全然違うんですよ。だから僕らの常識で物事を判断していると、えー、それは結構間違うケースが多いので、そうじゃなくて、いろんな価値観、いろんな考えがある、いろんな選択があるんだということを知ることが必要ね。知るためには、その情報入手の手段を増やす、もう誰かに相談する、まあ、その次の 18人も含めてね、誰かに相談するってこともそうだし、そオンラインでね、えー、調べてね、行政であったり、窓口であったり、子育て支援センターであったりね、地域のそういうふね、えー、無料でカウンセリング受けれるとかねそうう、そういうセンターであったり、サポートしてくれると,れるところがあります。 ありますので、えーまあ、地域の子育て支援センターにまず行ってみてその中で、ね、不登校の親の会を紹介してもらうとかそういう風に学校に行けてない子どもたちの集まりであったりコミュニティであったり民間団体もあるしそういうところに、ね、ちょっと顔を出しながら、えー、情報入手の手段を増やすで自分1人で抱え込まないでいろんな選択肢があるってことを知るだけでも、ねえー、不安は和らぎます。 やります。これしかない。学校に戻すことしか選択肢はないって思っていたらね、なんとしてでも戻そうとする。そうするとお親も子も苦しくなるわけでしょ。いろんな選択肢を持つことで親も子も楽になるんですよ。これが緩める子育てなんですね。はい、次は、えー、と21分の18。不登校の専門家に相談する。うん、これもそうだね。うんやっぱり1人で抱え込まないということであの、分からないことは分かる人に聞くんですよ。 ただ、その人が言ってる通りにやったからといって、期待通りの成果,を成果になるとか、思い通りの答えが導かれるってことではないんですよ。ないんですよ。ないんだけれども、先ほどお伝えした通り、いろんな選択肢を知れるってことだけでも楽になるし、学校に行けなかったら人生終わりなんだではなくて、学校に行けなくても、こういう道があって、今の子どもに合わせたらこういうほうが、えー、子どもが学ぶ環境として合ってるんじゃないかって、そういうところが具体的に見つかってくると安心するんですね。 安心するだから、えー、これまで不登校の方とね、えー、不登校の子の親御さんと関わってきた、えー、専門家の方に相談する、まあ、インスタグラムでね、そういうふうに発信されている方もいっぱいいます。いっぱいいるから、どの人に相談したいかわからん、それもあります。ありますで。僕は不登校の専門家ではないんですけども、親子関係を作る専門家ではあります。 なので、そういう意味でね、子供の居場所を作るであったり、子供がね、子供も親も安心できるような関係性を作るためにどうしたらいいか、そういう面ではね、僕も、えっと、ご相談お対応させていただいてますので、まあ僕はで言えば、インスタライブかな、あとはもう生き方プロジェクトとか、ライフスキルコーチ認定講座とか、あと、たまに1年に1回か2回やってるワンツーマンセッション、それは公式 LINE で募集してますので、そういうところから相談いただけたら嬉しいです。はい。 えー、あメ,メンタルクリニックとか、ねえー、なんだろう精神科医さんとか、まあ、そういう心療内科さんとかでのカウンセリングを利用するとかそういうのもおすすめですねとにかく親自身が不安であったり疲れていたりちょっと限界を感じているという状態ですとその状態で子供をなんとかしようと思うとも難しいので まずは自分を回復するという意味で、自分の心の状態を整えるという意味でもね、不登校の専門家だけじゃなくて、そういうカウンセラーであったり、そういうコーチであったり、そういう方にも相談するというのも一つの方法なんじゃないかなと思います。21分の19。パートナーと関わり方を話し合う。うん、ここがね、本当に難しいところだと思います。えー、各ご家庭によってあの、各個人によってね、不登校に対する考えが違うから。 まあ私は、なんだろうな、学校に行けなくてもいいと思ってる。子供の意思をね、尊重してあげて、子供が子供らしく学べる環境を作ってあげたら、それでいいと思ってる。だけど、パートナーは、いや、甘やかしてはいけない。学校に行かさないとって言っていきたいね。えーパートナーの義理の親よ。 親がね、ちょっと甘やかしすぎじゃないとか、あなたの育て方が悪いからそうなったんじゃないみたいなことを言うてきたりとかね、するとね、話し合いにならないわけじゃないですか。話し合いにならないんだけれども、話し合いをすることが大事なんですよ。これ大変だけど。義理の親とはそこまで話さなくていいですよ。少なくととともパーートナーとは、えー、ちゃんと ちゃんと事実ベースでね、不登校、現在の不登校に関する関わり方っていうの、情報を集めて、一緒に集めてえ、昔の知識で不登校はこうだとかね、その登校拒否だみたいな感じでね、えー、そんな人甘やかしちゃいけないではなくて、いろんな考え方があるわけだから、いろんな考え方があるから、そういうことをちゃんと情報として仕入れた上で、その上で、私たち夫婦は今のこの子供にどう関わっていくのかを相談していくってこと、決めていくってことが大事なんじゃないかなと。 でそのためにはね、ちゃんと話し合いに応じてもらうことが大事なんですよ。話し合いに応じてもらわないと、なんか自分事じゃない状態で、あ、こうしたらいいんちゃう、合わせた方がいいんちゃうみたいな、<laughs> なんかこう、他人事でね、意見をされても、それってちゃんとした話し合いにはなっていないので、これは我々の取り組むべき課題だよって。我々が決めるべきことだよ。話し合うことなんだよ。私だけの問題じゃなくて、我々の課題なんだよ。っていうことをね、ちゃんと、えー、話し合って。 でそれを聞いてもらえないんだったら申し訳ないけどあなたとはこれから一緒に暮らせないぐらいの覚悟を持って覚悟を持って,、えー話,してあのー、話を持ちかけることが大事なんじゃないかなって思います。はい,っていうのもやっぱり人で、ね、抱え込むと本当にしんどいから。 ずっと子供と一緒にいるっていう状態で子供も元気な状態だったらいいけれどもそうじゃなくて弱っていたり死にたいって言ってきたりね部屋で引きこもっている状態そんな状態で子供と関わるっていうのこちらも苦しいわけでしょそういう状態を一人で抱え込むとやっぱ親が潰れてしまうあなたが潰れてしまうからそういう意味でパートナーとちゃんと相談できる関係性を作るっていうのはあの大事なんじゃないかなって思いますそれができないんだったらもうちょっと かかなななり強く出てもいいいいんじゃないかなと思います、まあ、そこはねあの、あなた次第です。もう別にその私一人で何とかするっていうんであればそれでいいと思いますけどね。はい。不登校になった子供への対応21分の20。必要であれば原因にアプローチする、ねえー。学校に行きたくないという原因が分かった。例えばそれが、えー、体育の先生に。 えー、みんなの前でバカにされたこと、あいつ野球下手やなってバカにされたこととかね、えー、学校で誰々君にいじめられてるとかね、えー、なんか具体的なそういう何が原因なのかが分かってるケースですね。その時にまあどうするのかってことで、まあ、これも,もうすごく慎重にした方がいいんですよ。なぜなら、子供がそれを求めていないのにそれをやってしまうと、ねあのー、嫌なんですよ。嫌なんですよね。でそれは、 僕も嫌やったしそ、例えば僕がいじめられてることを親に言えなかったの,っていうのは、親が学校に行って、余計、なんだろう、あのー仕返しが、仕返しがひどくなるじゃないかっていう恐れもあったし、うーん、なんかそれを親に解決してもらうっていう自分が恥ずかしかったっていうのもあって、だからそういう意味もあって親にも言えなかったんですね。学会させたくないという気持ちもあったけど。うん、なのでそれを 親が学校に言うにしても、子供にちゃんと了解を得ることが大事なんじゃないかなと思います。そんだけ辛いんだったら、ママが先生にこうこうこういうふうに言ってあげるよっか、言ってあげることも可能だけど、どうかなっていうふうに提案してみるとか、子供に無断で相談しない、親に、えー、学校とかそういじめられてるってことを言わない、原因にアプローチしないってことは、結構これ大事なことなんじゃないかなって気はするんだけど、うん、まあそれでうまくいくケースもある。あるけれども、逆に、 僕はうまくいかなかなったケ子どもに内緒に学校に乗り込んでそのいじめっ子のことを言うたとかね、えー、先生の○○先生のことを言うたとかで、えー、それを後で後で先生子供にばれてしまってもうママとは話さへんっていう風になってね、えー、家で塞ぎ込んでしまったっていうケースも何例か聞いてるんでここは僕は子供に相談した方がいいんじゃないかなって気はします。 実際自分が学校に直接言うとかその直接的に原因に向けて何か行動するかどうかっていうのは子供と相談しながら決めていくってことがいいんじゃないかなって思いますはいそれでは最後ですね不登校になった子供への対応21分の21親子の笑顔が戻ることを最優先に、うん、これすごく大事ねうんあの子供だけを元気にさせるとか 家庭を子供の居場所にするっていうことだけやってると、やっぱ親がしんどい、潰れてしまうから、親が潰れてしまうと、やっぱり子供にも影響があるということだから、やっぱりそれ不登校になってるかなってないか置いといてね、にか置いといてというか、にかかわらず、あのー、親子が自然体で心から笑え,笑えるような。 居場所を作るであったりそういう関係性を作るであったりそういう状態を作るってことをがやっぱり大事なんじゃないかなって気がします、うん、ただその不登校初期に関しては子供の緊急状態緊急事態ですのでまあ、ちょっと鬱状態になっている子もいるのでその時は旧世期の間は子供優先に関わるってことが大事だと思う,思うけれどもある程度心を回復した状態ですと子供子供のこと子供のこと子供のことだけじゃなくて、ね、自分の状態を整える自分の時間を作るだったり子供に向けて エネルギーをねちょっと自分のの人生の方に向けていく、うんえー、子供は心が回復したんですよもう死にたいって言わなくなったとかそういうこともねそういうい状態になって安心できる状態になったらただまだ学校に行けてない家にいるそういう状態ではね何、えー、とかして学校に行かせようとなってしまうとやっぱしんどいからなんか自分の笑顔をどうやったら自分が笑えるんだろうとどうやったら自分の心も休まるんだろうっていうこともねちゃんと考えて自分のためにも自分の人生を使う自分の命を使うってことも大事なんじゃないかなと。 うん、思います。どれだけ続くか分かんない。この不登校っていうのはね。えー、マ,マ,とママとしては学校に何としても戻したいっていう親もいますで。それがいいとか悪いとかじゃないです。それ,ないですそれにもど戻ってほしいなって思う気持ちも素直な気持ちで OK だし、ね、子供もそれを望んでいるんであれば、そこに向けてどうやっていこうかって一緒に考えることも可能です。なので、ねえー、とにかく親子の笑顔を戻る。自然に笑える状態。 なることとをちょっと大きなゴールにして,て、ね、大きなゴールにしてそのためにどうしたらいいのかなっていうことをね日々日常で考えながら、えー、選択しそして、えー、リラックスした状態で安心した状態で子供と関われるようになれば嬉しいです。はいということで、えー、まとめましょうか今日は学校に行きたくないと言われた時に、まあ、どのように対応するのかと、まあ、言われた時というよりもね、えー、言われてからも不登校になった。 後ですね、なった後、子どもへどう対応するのかっていう話が中心でしたね。はい、それを21個紹介させていただきました。 えーまあ、初日は休ませる。とにかく子供の心を回復させるってことを大事にするってことね。えー、は子供の意見とか考えを否定しないってこと。最後まで話を聞きつつ、だけど、えー、不自然だと子供もちょっとこうにもプレッシャーを与えるから、自然体で接し方を変えない。で、少しずつ回復していくと、目標を見つけるきっかけ作りだったり、ちょっとこう、コンフォートゾーンから一歩踏み出す。グロースゾーン。 やったことないことに挑戦してみるであったり、子供が興味あることを誘ってみるとかね、しながら、なんか興味の関心の輪を広げるであったり、なんかできることをもっと増やしていくという意味で、小さな成功体験を増やしていく。その中で少しずつ自信を取り戻していきます。はい。で、まあ、学校に対して対応としてはまあいけそうなときに連絡しますで OK とか。 とかね、学校以外の選択肢もあるってことを子供に知ってもらう、それは進路もそうだし、就職先もそうだし、えー、学びの場も,もそう、そういうことをね、えー、一緒に子供と見つける、その中で縦横だけじゃなくて斜め、ですね利害関係のないちょっと年上のお兄ちゃんとかお姉ちゃんとか、ちょっとしたお大人とか。 そういう方と関われる機会を作るっていうこともすごく大事ですね。で、ちょっと元気になったら勉強の時間は一緒に作りつつ、ゲームに関するルールを決めたりしながらね、えー、とにかく、えー、お母さんは一人で抱え込まない、パートナーと相談しながら、不登校の専門家に相談したり、情報入手、今オンラインとかでもね、たくさん情報を収集できます。本もたくさんあります。ので、まあ、そういうことも参考にしながらね、 本に書いてることが正しいではないし、おかちが言ってることも正しいじゃない。参考にしながら、今の子供に合う方法っていうのを、ね、見つけていくっていうのがいいんじゃないでしょうか。でとにかく子供のために頑張りすぎない。ね、子供がちょっと、急性期の時はね、ある程度、いつも以上のケアは必要ですけれども、ちょっと元気になったら、えー、なんかちょっと外に,出外にも出れるようになったら、とにかく子供だけじゃなくて、あなたの笑顔が戻ることを最優先する。あなたの心を休,休めることも大事にするということ。 が、えー、大事なんじゃないかなっていう風に思います。何か一つでも参考になれば幸いです、えー。ちょっとでも共感できるポイントがあればね、いいねとかえっ、ー、となんだろうなえっ、ー、とコメントとか残していただけたら嬉しいです。でこの番組ではね。 今回のように親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや、えー、自分を責めてしまう自分責めを緩めるコツや、えー、子供の非認知能力を高める関わり方を紹介しています興味がある方明日も聞いてもいいかなと思っていただいた方はチャンネル登録ボタンを押してくださいすでにねこの顔出しなしの長尺緩める子育てラジオってね、えー、名付けてるんですけどもその動画がねもう20本ぐらい溜まってます ののでそ再生リストも作っているのでそれを流しながらえテレビで流しながらね掃除をするとかねスマホで流してブル、えートゥースヘッドホンつけながらね買い物に行くとかね、まあ、そういうことでね作業しながら作業系 BGM として、ね、聞いていただけたら嬉しいですで。概要欄チェックしていただいたら、えー、親も子も楽になる緩める子育てっていう本の 案内であったり、えー、子供の自立させるための非認知能力を高める関わり方を紹介した、やり抜くこと投げ出すこの習慣、そちらの本の詳細もあります。あと、公式 LINE の案内とインスタグラム、そして短尺のね、えー、ラジオも毎日やってます。<laughs> 毎日10分、15分ね、ボイシーというところでやってます。おすすめの放送も概要欄にチェックしてますので、よければね、後で概要欄にチェックしてもらえたら嬉しいです。ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am star, you are star。自ら輝けば世界は ワンダフルに輝く素敵な一日をお過ごしください。バイバーイ。ね。今日はこんな感じでしょうかね。